スモールサンインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールサンがお届けするインターネットラジオです。スモールサンでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、知念太郎のゆいまーる沖縄。知念太郎のゆいまーる沖縄。ゆいまーるとは私の一番好きな沖縄方言であり、直訳すると結び回るとなります。県外にもゆいという相互扶助の制度がありますが同じです。番組では沖縄を良くしたい、日本を良くしたいとの熱い思いを持つ仲間、尊敬する先輩の方々をゲストに迎え、熱い思いのバトンを結び回してまいります。本日のゲストは NPO 法人エンカレッジ代表理事坂春樹さんにお越しいただいています。坂さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、坂さんはですね、はい、3回目のご登場ということなんですけども、はい、前回が第49回の時に、沖縄の琉球新報という新聞社がありますが、はい、その中で活動賞を、ね、受賞されたということで、はい、その活動内容とか受賞をどうして、受賞されたかとかというお話を、ね、はい、お聞かけしていただいたんですけども、はい、今回はですね、はい、さらにすごい第52回社会貢献者表彰で受賞されたということで、はい、東京の方でね、はい、受賞されたわけですけど、はい、そこら辺のお話をまたお伺いしたいと思いました。はい、わかりました。はい、まずじゃあ自己紹介と活動内容から、はい、お願いいたします。NPO 法人エンカレッジの代表理事坂春樹です。活動内容は、経済的に困窮している、家庭の子どもたちの、はい、学習支援であったり、居場所づくりまたは、就労のお手伝い、そういったことをやっております。まあ、この活動を通してですね、子どもたちが、全ての子どもたちが、夢とか希望を持てる、そういった沖縄にしていきたいなというふうに日々、頑張っております。はい、この NPO 法人エンカレッジさんはいつからスタートされてるんですか？12年前ですね。12年前、はい、なるほどですね。はい、スタートの思いというのはどんな思いで立ち上げなんですか？そうですね、やはり塾に来たいけど、私もともと学習塾も経営しているもんですから、うんうん、学習塾に来たいけど、塾に来れない、経済的理由で来れないという子たちがすごく多かったんですね。はい、まあ、その子たちを、どうにかして学んでほしいということと、どうにかして勉強を分かってほしいということで、それで、無料の教室を立ち上げるきっかけになりました。なるほどですね。はい、そしてこの12年の活動が今回評価されたという形になります。はいはい、今日はそこら辺を、ね、詳しく教えてください。はい、よろしくお願いいたします。はい、番組はまだまだ続きます。きれい、気持ちいい、心地いい住まいから笑顔を作り出す宝工機は、そんな住まいづくりのお手伝いをしています。25年間積み上げた技術力とサービスで、ハウスクリーニング、定期清掃、植木のお手入れからリフォーム、水のトラブル、ゴミの撤去、蜂の巣駆除まで、お住まいのお悩みなら何でもご相談ください。高い品質、良いサービス、宝工機。知念太郎のゆいまーる沖縄。本日のゲストは NPO 法人エンカレッジ代表理事坂春樹さんにお越しいただいています。はい、はい、先ほど12年前に NPO 法人エンカレッジを立ち上げられたというお話と、はい、今回はですね、第52回社会貢献者表彰を受賞されたということで、はいはい、お越しいただいているわけですが、はい、この社会貢献者表彰というのはどのような団体が運営されている、どのような表彰なのか、まずそこから教えていただいていいですか？はいはい、社会貢献支援財団という財団がありましてですね、はい、理事長が安倍昭恵首相夫人。はい、すごいですね。そうなんですよ。うん、で、今回は7月に帝国ホテルの方で受賞させていただきました。はい、帝国ホテル。
全国でですね、やっぱりこう社会貢献をしっかりとしてらっしゃる方だったり、はい、人命救助とか、うんうん、そういったことで頑張ってる方をこう表彰する、はい、そういった、会でした。なるほどですね、はい、すごいですね。改めてそうなんですね、本当に、はい、最初はあまりピンとこなかったんですけど、うん、やっぱり現地に行って表彰されるとすごい方がすごいこう社会貢献している方がたくさんいたんでですね、はい、この人たちと一緒にこう受賞するってのはすごく良かったですね。なるほどね、うん、僕もね、写真で、はい、安倍昭恵首相夫人と、はい、坂さんがね、うん、一緒に並んでる姿を見て、はい、なんじゃこりゃって感じでしたね。すっごいですよ本当に。そうなんですよ、安倍さん、昭恵夫人はすごく身長高いんですよ、うんうん、そういう話じゃない、まあ、そういう話じゃないですね。はい、ね、ズバリお伺いしたいのが、はい、このエンカレッジを通して、はい、坂さんはどんな活動をされてたこと、どういったことが今回の表彰に、該当されたと思いますか？そうですね、やはり当初は子どもの貧困とかですね、うん、そういったワードもなかなかないかったですし、子どもの貧困に対して何かをしていくっていう概念も今ほどなかったと思うんですね、12年前というのは、まあ、そういったところから、まあ、築き上げたというかですね、はい、やって12年間続いたということが認められたのかなとは思っております。なるほどね、はい、先ほどもねちょっと言いましたが、まあ、以前出ていただいた際には琉球新報の活動賞を、ね、はい、ご受賞されておりましたけれども、はい、その際もそうですが、あれですよね、沖縄市中心で最初は、ね、はい、活動されていたのが、ね、那覇市とかでも同じようにやってくれとかっていうのをいろいろされてましたよね、はいはい、そこら辺の例えば、うん、実際 NPO 法人エンカレッジ通われた子たちが、うん、12年の中で、はい、どのような形で巣立っていったのか、はい、ね、どういった支援をしたのか、うん、そこら辺またもう少し詳しく教えていただいていいですか？はい、わかりました。もともと学習塾なんでですね、うん、勉強分かってほしい、はい、で勉強分かりたいけどなかなか叶わないという子たちに対してですね、しっかりと学習のサポートをしていこう、うん、無料での学習サポートをしていこうということで始まったんですが、はい、実はやっぱりこう学習をさせるにあたってやってもらうにあたって学習以前の問題の子たちがこの経済困窮の家庭の子たちが多いなというのがすごく気づきましてですね、はい、要は教育っていうのは簡単に言えば、まあ、数字で合わせば1を2に変えるとか、うん、2を3に変える、で5になったら OK みたいなところがあるんですけど、はい、それ以前にこの自己肯定感が低くてですね、あ、なるほどね、1までいってない子たちっていうのが、うん、まあ、数字で合わせたらちょっと変ですけど、やっぱりゼロとかマイナスの、環境のいる子たちが結構多かった、はい、それをゼロから1に変えるっていうところがすごく必要だなという気づきがあって、うんうん、まあ、教育の部分もそうなんですけど、その福祉的な部分というのがとてもこう力入れていったところなのかなというふうに思ってますけどね。なるほどね、うん、で実際、まあ、無料で、うん、この、まあ、坂さんがねもう一つやってらっしゃる学習塾一心学院さんね、はい、そちらの方に NPO 法人を通して、うん、通えるような形を取っていったわけですよね。いえ、ここだけじゃなくてですね、うん、まずは全市ですね、沖縄市内全市の塾をちょっと、訪問させていただいて、はい、その子たちの受け入れ先ですね、なるほどなるほど、というのをまず探したのがスタートです。あ、全体を探していったわけなんですね。そうです、そうです。なるほど、実際、どんなふうにこの子たちがね変わっていったりとかされたんですか？まずはその当初はですね、うん、やはり何ですかね、僕の方も気づかなかったんですけど、まずは本人たちの安全安心な場所づくりっていうところ本来は必要だったんですけど、なるほどね、やっぱり勉強っていうところに特化してしまったところで、うん、なかなかこう最初はなるほど逆に傷ついて帰っていった子もいたのかなというふうに思ってます、うんうん、当初はですね。なるほど。でやはりその辺に気づいて、やはりこの本人たちに寄り添って安心できる場所づくりをしたことによって、うんうん、本人たちがですねどんどん自己肯定感が高まっていって、うん、自分が何を表現してもいいんだというようなところになっていって、うんうん、だいぶこの子たちのすごい成長が感じ取れました、うん、なるほどね、はい、やっぱり坂さんねおっしゃるように、うん、寄り添ってあげる、受け止めてあげる、うんうん、やっぱそういったところから始めないと、はい、やっぱ学力だったりとか、うん、何かを吸収したりとか学ぶとか、そうですね、というところの、まあ受け入れの体制が、はい、多分できないのかもしれませんね。そうなんですよ、うん、それにすごく気づかされた部分はありますね。なるほどね、うん、そういったところを気づいていきながら、うん、どんなふうに変化していきながら、はい、支援をされていかれたんですか？そうですね、ですから、福祉の部分、まあ、本人たちが
安心できる場所をやって、うん、それから、まあ、あとは生活面の指導、はい、で生活面の指導の後はこう、学習面の指導と、はい、ただ生活面が、ね、上がっていくと学力が上がっていくで相関関係があるわけですよね、うんうん、なるほどね。ですから生活面しっかりしていければある程度潰しも効くと思いますし、うん、学力も上がっていくんだろうなっていうのはありましたね。なるほどね。生活面のこのサポートっていうのは、うん、今お話しされた以外どんなことを具体的にされていったんですか？例えば挨拶をしっかりしましょう。なるほど。時間を守りましょう、うん、整理整頓しっかりしましょう。本当に基本的なところから始めていきます、うん、なるほどね、うん、これも先ほどちょっとねおっしゃってたように、うん、まず、受け止めてあげたりとか、うん、寄り添ってあげるってことですよね、うん、そうです。それがやはりできないとそういったことをいくら言ったとしても心に届かないと思うんですけども、はい、その寄り添い方とかっていうのはどんな感じだったんですか？寄り添い方、まあ、本人たちがこの先生は安心できるなと、うん、なるほど、いうふうに感じたときに、うん、本人たちはすごく甘えてくるんですね、うん、まあ、そこまで持っていくのが一番のハードルです。なるほど、ね、ですから、まあ、最初の面談の時に本人と面と向かって話する時にですね、うん、私たちはあなたがどんな子でも、うん、どんな悪いことをしても、うん、裏切ったとしても、うん、私たちはあなたをずっと応援していきます、うん、ずっと見守っていきます、うん、ということを、すごく約束するわけですね。なるほど。そうすると本人が安心して、うん、隣に座っているお母さんも安心して、うん、ここで頑張ろうと、一からもう一回ここでリセットして頑張っていきたいというような気持ちが生まれてきて、うん、なるほどね、で実際に教室来て本当にそういう状況であれば本当にすごくこう、うん、甘えてきますね。なるほどね、うん、ちょっと少し突っ込んだ話になるかもしれませんが、はい、今ねお伺いして思ったのが、うん、坂さん自身がそれをやるんだったら当然できると思うんですけども、うん、それをやる、ね、坂さんと同じ気持ちでやる先生方、うんうんうん、の採用っていうのが逆にちょっと難しいんじゃないかなって少し思ったんですが、はい、そこら辺いかがなんですか？ですね、うん、そうですね、なかなか当初は難しかったですね。やっぱり、うん、教育者っていう方の方が多かったような気がします、うんうん、最初は。なるほど、うんうん、正直教育者よりは福祉者の方が、うんうんうん、合ってます、うちには。なるほどね。その子供たちにも合ってます、うん、ですから何かを教える伝えるじゃなくて、うん、何かを聞くっていうような形じゃないと、ね、まずは難しいんですよね、うんうん、絶対そうだと思いますね、うんうん、それは坂さんが理事長として、例えばその講師になってくれるというかサポーターになってくれる方っていうのを面接していくんですよね、はい、うん、そうです、うん、その面接のポイントとかってどういったところがあるんですか？面接のポイント僕ちょっと普通の人とは違うかもしれないですけど、うん、活動内容をちゃんとお伝えします、うん、でそこに対してやっぱり共感してもらわないとスタートできないと思うんですね、うん、ですから、うん、そこに関しては僕は話を聞くよりは、うん、この自分の活動を一括の活動をもうすごくこう話しさせてもらって、うん、そこで一緒に共感して頑張れるという方をお願いするようにしています、うん、でそういう先生がそれで集まって、そして先ほどお話しされたようにお母さんと本人に対してしっかりね、うん、見守っていくよ、信じてるよっていうところからスタートしていく、うんうん、そしてそのコミュニケーションが取れれば、うん、やっとそこから挨拶だったりとかね、そういった話をこうどんどんされていかれるような形になってくるんですね、はい、それができると先ほど理事長がおっしゃられた0から1にもしくはマイナスから0になった瞬間ですかね、うんうんうん、そうですね、マイナス0が1に変わるということですよね、うんうんうん、でこの1に変わった後というのはどんな形でサポートされるんですか？まあ、1に変わっていって、先ほどもちょっと言いましたけど生活面ですね、うん、の方の、お指導をちょっと厳しくやるときもあります、うん、でもできたら褒めるということをしっかりやっていく、うんうん、もう一つはなぜ挨拶するのか、うん、なぜ整理整頓しないといけないのか、ね、そこら辺をしっかりと理解してもらわないと、うん、このままじゃ本当に心からやらないんです、うんうん、そうですよね。だからなぜなのかということをちゃんと伝えることが大切ですよね。なるほどね。ちなみになぜ挨拶しないといけないのかっていうふうにはどのように教えてるんですか？例えばあなたが子どもたちがね、うん、教室に入った時に先生に心から今日はよろしくお願いいたします、うん、いつもありがとうございますぐらいの気持ちで挨拶をすると先生たちがすごくハッピーになるわけですよ、うんうん、幸せな気分になれるわけですよね、はい、その幸せな気分っていうのはみんなに伝わるわけですよ、うん、本人にも伝えますし、はい、その先生がお家帰って家族にも伝わりますし、うん、ですからこの挨拶というのは人を幸せにする力がある。なるほど。で自分が幸せになれるということを伝えてますね、うん、なるほどね、うん、はい、あと整理整頓はどのように教えてるんですか？整理整頓に関しては、うん、やっぱりこの何ですかね、作業効率ですね、うん、それを高めていくということが、うん、すごくいいんじゃないかなということを話していまして、うん、
作業効率が高いと仕事が上手になるじゃないですか、はい、仕事が上手になるとお金がたくさんもらえる可能性があるじゃないですか、うんうん、まあ、そういったことを伝えてますね。だから勉強の中でも、やっぱりこうちゃんと整理しながら勉強するということはすごくこう訓練になってるんだと将来の、うんうん、そういう話をしています。なるほどですね、はい、あ、すごくね分かりやすかったです。僕もまあコンサルタントとしてよく言うのが、社長が言った通りになりませんよと、社長が言ったことをかける、社員さんの理解納得度、うん、かける今度は実践度合い、うん、理解納得度が極端な話 50% だったと、はい、で実践度今度はそれを成し遂げる実践度、はい、これが 50% だったら、100×50×50、うん、ということで 25% しか結果出ませんよと、うん、で僕よく言うんですね、はいはい、ですからまず理解納得というところと、うんうん、じゃあ具体的にそれをどう実践するのかというところをやっぱ分解、はい、ね、分解って分ければ分かるというふうに書くので、はい、それを分解して、はい、丁寧にやっていきましょうとかっていうお話をさせてもらったりするんですけれども、うんうん、同じですね。そうですね、今話聞いてるとそうですよね、うん、だからこの挨拶とかこの姿勢面もきっちり分解をして丁寧にお話しされると、うんうん、はい、でそれからこのやる気を作っていきながら進めていくという形なんですね。そうですね、うん、だから面接の時とかにもこれをちょっと聞くんですね僕は、うん、挨拶をしないといけない、そういった指導してますよ、はい、でなぜ挨拶しないといけないって生徒に聞かれたらどういうふうにお答えしますかって、うん、なるほど、皆さんに聞くようにしてるんですけど、うん、やはりなかなかこう曖昧な返事が多いなというのがやっぱり印象ですよね、うん、なるほど、うん、はい、ありがとうございます。番組はまだまだ続きます。感動のない経営は僕は経営じゃないじゃないか。人の時代になりますから、農耕民族的な人を大事にする金融機関でありたいなと。即日現金買取、日本全国どこでも無料査定、トラック買取センター、アートフレンドオート、希少車、軽装甲車、カスタム車、仮装もしっかりプラス査定、高額買取手続き無料、自社直接販売だから高額買取が可能です。整備や修理も専門のスタッフにお任せください。高く売りたいあなたの気持ちに応えます。トラック買取センター、アートフレンドオート。知念太郎のゆいまーる沖縄。知念太郎のゆいまーる沖縄、本日のゲストは NPO 法人エンカレッジ代表理事坂春樹さんにお越しいただいております。はい、はい、先ほどからね、第52回社会貢献者表彰を受賞されたという話と、はい、そのエンカレッジの中でね、子どもたちをどのように、受け止めて、はい、寄り添っているのかというようなお話をね、いろいろお伺いしておりますが、はい、やっぱりね、先ほどから出ているように、先生方にまずこの活動の内容を理解していただいて、はい、先生たちにねこう聞かれたらどうするのかっていうことを通して、マイナスになっている子たちをまずプラスに変えて、うん、受け入れられる姿勢を作り、それから勉強に向かっていくというような形をね、はい、されてらっしゃるということでした。はい、はい、ちなみにこのね沖縄の貧困問題とか、はい、まあ、というのはどんな状態なんでしょうかね今。そうですね、数字で今出てはいるんですけど、約 30% の子たちが、子どもの貧困という数字に当てはまると。 30%、 29.9% なんですけどね。大きいですね。大きいですね、うん、ですから、まあ、そういった子たちを、まあ、原石じゃないですか沖縄県って、うんうん、出生率もすごく高い、うん、分母も大きいんですけど、はい、この貧困という分子も大きいので、うん、だからすごく可能性はあるんじゃないのかなと僕は思っているんですね、うんうん、だからその貧困の子たちって言われている子たちが、まあ、原石なんで、そこをしっかりと磨いていくっていう、 こう使命が分かりやすいので、うんはい、そこに目を向けていければ、うんうん、10年後20年後というのは豊かになっていくんじゃないのかなという感じはしますよね、うんうん、これはね僕も本当にそう思いますね、うん、沖縄っていうのはまだ人口がねまだ微増ですけれども、うん、してると思いますし、はい、やっぱり、人口をね、はい、そういう人たちがやっぱり国を作り、ね、もちろん県もそうだけれども、うん、日本の未来をやっぱり当たり前ですけど担っていきますから、はい、その子どもたちを育てるっていうのはね本当に僕すごく正しいなと思いますね、はい、12年間でちなみに何人ぐらい受け入れられて何人ぐらい卒業されていったんですか。そうですね、だいたい平均すると、うん、500名ぐらいなんですね12年間でですね、うんうん、ですから6000名ぐらいですかね。なるほどね、はい、すっごいですね、
6000名ってたらすごい数ですよね。うん、ちなみに沖縄っていうのはこの貧困率とかってやっぱり高い方なんですかね。まあ、一番高いですね。なるほどね。貧困率は高いですしね、母子家庭の出現率も高いですしね、うんうん、沖縄がなんか高い理由とかっていうのは何かあるんですか。うーん、僕の中では沖縄県全体がやっぱり負の連鎖にあるのかなというふうに感じています。なるほどね、はい、所得一人当たりの平均も、まあ、全国平均の3分の2ぐらいしかなかったりとか、はい、うん、まあ、そういったのもやっぱり原因があったりとかして、今理事長おっしゃられたようにそれが負の連鎖になってしまっていた、はい、そんな感じなんですかね。そうですね、教育面でもワースト1が多いじゃないですか、うん、多いですね。進学率とかも含めてですけど、うん、で社会面でもワースト1が多いじゃないですか。多いですね。で、経済面もワースト1ということ、うん、ですから教育がワースト1なんで社会的に成熟してなくて、はい、社会が成熟してないから経済的にも豊かになれなくて、うん、経済的に豊かになれないから次の教育に投資がなかなかできてないというのがこれまでずっと続いてきたのかなというふうに思ってるんですね、うんうん、ですから、ね、今、まあ、沖縄県もそうですけどその辺の教育の部分に、うん、目を向けてくれていますので、はい、そこをしっかりやっていくということがもう明確なんで、うんうん、楽しみではあります。なるほどね、はい、うん、ちなみにこの卒業生ね、卒業されてどんな就職されたとか、はい、こういうふうに結婚して幸せになったとか、はい、なんかそういったお話もお聞かせいただいていいですか。ですね、正直行政との委託事業が多いんで、うん、なかなか後追いができてなかったんですね。なるほど。ですので今後ただ情報は入ってきます、うん、それはいい情報も入ってきますし、うん、悪い情報も入ってきます、うん、どちらかというと悪い情報が入ってきます、うんうん、ですからそこら辺で課題が今ある状況ではありますね。なるほどですね。具体的に言うとどんな課題があるんですか。まずは高校を中退した。あ、せっかく。そうです、うちの授業はこれまで、うちの授業これまで高校進学までだったんですね、うんうん、ですから高校を進学すると手を離れるわけです、はい、その後どうなのかということが、うん、なかなか情報も入ってこないんですけど、入ってきたらどちらかというと悪い情報が入ってくるというのが現状なんですね。辞めちゃったよとかっていう話なんですね。辞めちゃったよとか、妊娠しているよとか、うんうんうん、事件にあったよ事故にあったよとかっていうことも多いです。なるほどね、はい、ここら辺の課題とかっていうのはどのように対処されていかれるんですか。ですから、今高校生用のフォローアップ教室を今2校、うんうん、いいですね、出して、うん、その子たちの受け皿という形を今作っております。うん、なるほどね、はい、やっぱりね高校まで出る出ないって多分すごく大きい差になるのかなって感じはしますから、 そうですね、はい、そういったフォローアップをこうきっちりされていくっていうのは、うん、多分すごくねいい方向につながっていくんじゃないかなと思いますね、はい、うん、いい話というのはどういった話がございますか。いい話、身近で言えばですね、うん、この子たちがうちでもう一回働きたい、もう一回じゃなくて、うちの方に教室にもう一回来て働きたいという子たちが結構多くなってきています。なぜかというともう一度私たちがここの教室に来ることによってその、うん、後輩たちにをちゃんと見ることによって恩返ししていきたいと、あ、嬉しいですね、いうようなことがやっぱり一番ですね、うんうん、あ、じゃあ実際、自分も今度は自分が受けたように恩返ししたいという形で先生になられている方とかもいらっしゃるんですか。はい、今たくさんいますね。あ、何人、ちなみに何人中何人ぐらい。たくさんといっても本当に十何名なんですけど、うんうんうん、そういった子たちが本当にしっかりと来て今やっておりますね。で、定期的に集まってみんなでこう、うん、話し合いとかはしています、うん、卒業生たちがですね。なるほどね、一番説得力ありますね、うんうん、例えばねこれから受けられる子においても実はねお姉さんも実はこうこうこうで、うん、エンカレッジでこういうふうにしてこうなったんだよっていう見本、うん、ね、いい見本になってくるんじゃないかなという感じがいたしますね、はい、ちなみに今、沖縄県内では、何教室ぐらいあるんですか。今12市町村22教室ですね。なるほどですね、はい、ちなみに週に何回、何時から何時ぐらいまでとかっていう支援になってるんですか。教室が空いてるのは2時から10時の間なんですね、うん、でその間に、昼間来る子もいれば夕方来る子もいるということで、うん、だいたい週 2,3 回ぐらい来るのが通例ですね、うん、ですがなかなか自分の居場所のない子っていうのは毎日来て、うん、いる子もいます。なるほどですね、はい、うんうんうん、これでねこうやって毎日来たりとか、うん、まあ、週 2,3 回こういうふうに来たりとかしながらっていうことでどんどん学力を上げていかれるってことですね、うん、そうですね、はい、12市町村ということだったんですけども、はい、これからはどういう形で広げていかれるんですか。まあ、そういった要望があればですね、うん、どんどん
広げていきたいとは思っておりますが、どちらかというと、うん、今やっぱり高校生の部分に力を入れていかないといけないのかなというふうに今感じておりまして、うん、なるべくその出口に近いところをやっていくということが今必要なのかなって感じています、うん、そうですよね、まあ、以前ちょっとねお話したように、僕はな勉強していることはできないけれども、うん、社会人としてのね、はい、心構えだったりとか、もしくはこう、ね、僕も坂さんも、ね、熱い親父の会というような形いろいろありますが、はい、そこの経営者仲間たちと一緒に、はい、今度は社会人としての受け入れ体制を作っていったりとか、はい、そういったことまでつなげていくと、はい、先ほどおっしゃられた高校のフォローアップだけじゃなくて、はい、そういったことの楽しさというのも分かってくるかもしれませんね、はい、そうですね、まあ、だから子どもたちがまあ一番は夢とか希望を持てるということがすごく大切で、うん、はい、夢希望を持てれば頑張れるんですね、勉強でも何でも、うんうん、楽しいんですよね、きっとね。そうですよね。だからその中でうちは今高校生がそういうドロップアウトしてるということになると、うんうん、うちの活動していてそこにいる子どもたちが夢とか希望を持ちにくくなるわけですよ、うん、ですからやっぱり高校生たちが生き生きしてて社会に出ていってっていうところを後輩にも見せていかないといけない、はい、そういった意味でもやっぱり高校生しっかりと力を入れていかないといけないかなというふうに今感じているところですね、うんうん、課題ですね、うんうん、おっしゃるように、例えば中学生として NPO 法人エンカレッジ行かれているときは、うん、やっぱり高校ぐらい行かないとみたいなことはあったかもしれないけれども、うんうん、僕の想像ですけどね、はい、行ったって変わんないじゃんって、うん、行ってどうなるのっていうところで迷ってしまうと、ね、今おっしゃられたようにドロップアウトしてしまうかもしれない。ですからもしかしたらね、今思ったんですけども、この高校生活の中でなぜ高校で学ばないといけないのか、社会人になるっていうことはこういうことだよっていうところとやっぱり連動していることって結構多いですよね、はい、基礎学力だったりとか、はい、あとはやっぱり高卒というのが、うん、募集要件になってたりとか、うん、というところを考えたら、はい、高校というのは通過点で、うん、こういうことを社会人になるために学んでるんだよっていうこの先を見せるにおいては、はい、そういった活動をいろいろやっていかれたりするっていうのが効果的かなと思ったりしますね。そうですね、本当にそこにシフトしていかないといけないなということを今感じてましてですね、うんうんうん、やっぱりそこをやらないと今まで自分たちがやってることがやっぱり自己満足になってしまうんで、はい、ですからそこをしっかりと社会の力を借りながらやっていく必要性というのが今すごく感じているところであります。うん、本当ですね、はいはい、これから目指すところもね、いろいろ今おっしゃられたようにね、はい、ありますね、はいはい、あとね沖縄の方で、この祝賀会もね、はい、開催されるわけなんですけれども、これもまたそうそうたるメンバーがね、ご参加いただきますね、はい、プログラムとかも見せていただきましたが、そうですね、はい、ちなみにね、はい、どういった方が今回沖縄での、ね、祝賀会、うん、はいはい、ご参加されるんですか。レッキオスホールディングスの、ギュボー文雄社長が、はい、発起人の代表としてですね、はい、皆さんにお誘いしてですね、はい、今集めてたくさんの人たちを集めて授賞式をしていただける運びになっております、うん、はいね、まあ、県内の政治家とか、はい、県内のね、はい、結構ね社会的にも有名な方とかも結構いらっしゃってということですよね。はい、うん、皆さんやっぱりね坂さんのこの活動において非常にこう共鳴されていらっしゃる方たち、はい、ありがたいです。またね今おっしゃられた実行委員長の義母さん、レキオスの義母さんも、はい、いろんな社会貢献とかもね、はい、いろんなことをされていらっしゃったりとか、そうなんですよね、うん、ね、そういったなんか坂さんの活動頑張りにおいてなんかいろんなのがなんか僕どんどんつながってきてるような感じがして、そうですね、すごく楽しい嬉しいなっていうふうにね、はいはい、そうなんですよ、思っておりますし、はい、まあ僕自身もそうですけどね、うんうん、自分がこういった活動をね、沖縄よくしたいと思うけどできない、じゃあ誰かを手伝うのが一番早いんじゃない、うん、って思ったら、うん、坂さんとかね他の人たちも何人かもいらっしゃいますけれども、はい、そういった人たちを関して間接的にサポートを僕もさせてもらえるというのはね、はいはい、嬉しいなと思っているので本当に今回の坂さんの受賞というのはね、はい、本当に仲間としてもとっても嬉しく思います。ありがとうございます。はい、番組はまだまだ続きます。日本一おいしいどら焼きをはじめ中尾清月堂には春夏秋冬季節をお届けできる一品がいつもあります。味わい、彩り、時を受け継ぐ技、心をつなぐひとときのために伝え愛された菓子心、富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんか。スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と
10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信され、そして全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。知念太郎のゆいまる沖縄。知念太郎のゆいまる沖縄、本日のゲストは NPO 法人エンカレッジ代表理事坂春樹さんにお越しいただいています。はい、はい、今回はね、第52回の社会貢献者賞章で受賞されたことや、はい、今まで坂さんがどんな思いで NPO 法人を立ち上げて、どういうふうに子どもたちと向き合い寄り添い、はい、どういう活動をしてきたか、そしてこれからね、こういったこともやりたいみたいなお話もされていた、していただきましたけれども、はい、最後にね、まとめといたしまして、はい、これからはこういったことをさらにしていこう、そういったところをまた教えていただければと思います。はい、わかりました。そうですね、うちの子たちっていうのは結構多様性に富んでるんですね、うん、はい、ですからいろんな子がいます、うん、でこの子たちをしっかりと社会に出していかないといけないのかなというのはすごくあるんですけど、うんうん、はい、これまでって社会の評価基準って、子どもたちに対する評価基準って、学力が大きかったじゃないですか。 なるほどですね、うん、でもうちの子たちは学力は低いけど他にいいものを持ってる子たちが結構たくさんいて、うん、学力以外の評価基準がすごく僕は必要だなというふうに今感じてて、うん、ね、私たちの教育する側もですね、うん、ある程度その多様性に、を受け入れた教育の仕方をしていかないと、はい、人材の育成をしていかないといけないのかなというのはすごく今感じてるところなんですね。なるほど。で今社会の人と話して社会の企業の人たちと話してても、うんうん、やはりその辺をすごく感じていると、うん、いろんな、この評価基準、いろんなその子どもたちの物差しを作ってあげて、うん、それに基づいてこう採用していかないと、うん、今までの学力だったり大卒だったりとか、それ学歴だけじゃやっぱりダメだということを、うん、やはり皆さん気づいていらしてまして、はい、そうですね、ですから私の部分というのはやっぱり教育の部分でその多様性の部分をちゃんと伸ばしてあげて、うん、評価してあげて、うんうん、で企業の方はその辺の子たちの受け皿としてやっていただけるということをどうにかこうつなぎ合わせられないかなということをすごく感じているところなんですね。なるほどね。ですから新しい物差しを何本か作っていく必要があると、うんうん、その物差し作りということを今後していかないといけないのかなと思ってますね。なるほどね、うん、はい、先日ですね、僕、山口先生がされてらっしゃる BSE11、うん、中小企業ビジネスジャーナルに、コメンテーターとして参加 させていただいたんですが、はいはい、メインゲストがですね、うん、明日のチームの高橋社長、うん、で、クラウドを使いながら、はい、まあ、ご説明申し上げると、人事評価のサポートをされていくということなんですね。でその基準になっているのが、コンペテンシーという形で、うん、日本語で言うと行動特性、はい、結果管理じゃなくてやっぱりこの行動特性というところを、うん、評価していくことによって必ず結果にもつながっていくんだ、うん、というようなことで、はい、今の話をお伺いしてちょっとそこを思い出したんですね。そうですね、なんかね、その辺のことが活用できそうな感じしますね。ね、コンピテンシーとかっていうとなかなか聞いたことなくて、うん、僕も、ね、はい、行動特性なのかというところで、うん、そこら辺をいろいろつなげていくっていうのが、うん、多分企業の中でも出てくる、はい、高橋社長がおっしゃってたのが、うん、例えばジュエリーの販売会社でいらっしゃった時、うん、やっぱり笑顔、うん、ね、そうなってくると今坂さんがおっしゃられたように、うん、笑顔がねここにつながりますよ、うんうん、こういうことがいいんですよっていう、まあ、姿勢というより行動特性、うん、そういったところを企業と連携していきながら、うん、そこを今度はNPO 法人エンカレッジで磨いていくとなると、はい、すごくつながってくるような感じがしましたね。ですからあとはですね、やっぱりその後に企業に入った時にそういった特性の高い子たちをどういうふうに扱っていけばいいかっていう、うんうん、多分課題が出てくると思うんですね、はい、そうですよね。その辺の伴走というところも今後は必要になってくるのかなというふうに思ってます、うんうん、ですね。今ね僕も坂さんにね、まあ、ちょっとだけですけどもね、いろいろサポートさせてもらえればと思ってますが、はい、今のお話をお伺いするとここら辺になんか僕の出番がありそうかなってちょっと思ったりしましたね、うん、ぜひぜひぜひ、はい、企業の方としてもこういうことをこう見つけていきながら、うん、新しい価値基準作ろうよというところをね、僕の方もみんなといろいろ話をしたりとかして、うんうん、はい、そしてそういった価値をまとめて、そして坂さんと話をしながら、今度は子どもたちに下ろすにおいてはこういうふうに下ろした方がいい
んじゃないかっていう、はい、こういった循環型のものがなんか作れて、そうですね、うん、そしてお互いがなんていうかな、ウィンウィンでいい関係が築けるような、そういった形でできるかもしれませんね、うん、そうですね、うん、あとはまあ取り組んでいる部分というのは SEL というソーシャルエモーショナルラーニングということを今取り組んでいってて、ソーシャルはまあ社会性だったり、エモーショナルというのはこの感受性とか、その辺をしっかりとお互いに持っていって安心安全な場所づくりということがすごく大切なのかなというふうに感じてますので、その辺もちょっと取り入れながらやっていってるというのが今現状ですね。なるほどですね。どん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 やはり進化していってますね。進化しないとねと思ってますけど頑張ってます、うん、はい。私もね、人と企業を育成して幸せ作るっていうところをミッションとしておりますので、はい、これからも坂さんとともに、ね、魅力ですけれども坂さんを通して僕も社会貢献ができればいいなと思っております。はい、今回ねご出演いただいただけではなくて、第52回社会貢献者表彰、はい、ご受賞もねおめでとうございます。ありがとうございます。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。